最高傑作みたいなのが出てくるんじゃないかって予想を前から私はしておりますけど、奥の奥の手みたいなね、最後の切り札みたいな人造人間、麦わらの一味にとってかなりこう厳しい状況であることは変わらないというかね、むしろこんなさ、もうパシフィスタ一瞬で全滅させられるおっさんがさ、トップとか波のところに来たのとかがマジ怖いよね。前回の1111話でさ、誰がどこにいるか表あったよね。あれもう一回見ていいですか。あ、でも波ウソップたちとしか書かれてねえな。波ウソップのところって誰がいるんだっけ。全員波ウソップ、チョッパー、ブルック、リリス、エジソンか。で、ロビンか。ロビンもなんか毎回ね、ロビン出てきてない問題みたいなのありますけど、普通に出てきてますね。で、エジソンが今回脱落したんで、この6人かな。で、ここに来たのがサタン星と。いや、もう怖くね、これ。ロビンもいるのも怖いな。ウソップとナミとチョッパーだけでは、まあ、弱い組だな、ここ、やっぱり。ボニーのところに来たのが、馬骨でしょ。で、ここが一番やばいか。ボニー、フランキー、アトラスだけか。サンジが、前回ので言うとベガパンクのところにいるってなってんだよな。サンジがボニー側のところに来んのかな。いやでもなんかそんな感じになりそうだね。サンジボニー側の方に来て、ゾロとジンベイがナミのところに来るっていう感じなのかな。いやこれゾロ、サンジ、ジンベイの出番だろ。馬骨がボニー、フランキー、アトラスと戦うでしょう。でボニーは多分ニカのことをもう 100% 信じられてるから、ただ相手が馬骨だから、ここにゾロ来んのかな。でもなんかその地理的に考えると一番近いのはサンジなんだよな、馬骨側。でもなんかそんな感じになるね。サンジがボニーのところに加勢して馬骨と戦う。ゾロとジンベイがなんか手分けしたりすんのかな、もしかしたらね。ゾロとジンベイがひとまずはサタン星のところに来るのかもしんねえし。でここナミ、ここは数は多いんだけど、その弱虫3人トリオというか、ウソップ、ナミ、チョッパー、ロビン、まあロビンが強いけど若干。でもサタン星よりはな、ナス対ゾロ見たいもんね。サンドワームとホウキはルフィたちが相手にしている。ルフィたちのところに火星に来るのかな、ジンベイとかゾロとかどっちかとかが。でマーズ星は今この中の中に入っていって、いつまではそうなっていると。で黒ひげ海賊団のどこももう気にする必要ないもんね。多分もう目的は果たして、デボンとオーガは帰っていったはずだし、カリブーも連れて多分帰っていっちゃったって感じだろうし、中将とかあの辺も気にしなくていいだろう。もうフランキーがぶん殴れてんだから、ぶっ飛ばせてんだから。でパシフィスタも気にしなくていい。ただ囲まれてるから船で逃げようとすると厄介っていう話だよね。軍艦100隻が、戦力としてはやっぱり五老星どうやって対抗するのかっていう問題だからね。ゾロとジンベイが下に降りる術がないから、そのフロンティアドームの中にいるってことか、ルッチとかも含めて。でただエジソンが今回 78% のダメージを負って多分外に行ったんだよね。その下にステューシーの活躍も多分必要不可欠だろうし、エジソンの体を張ったこの行動っていうのもバリア解除には必要な行動なのかもしれないよね、多分ね。サンドワームは今のところ確かに強そうじゃないね。確かにサンドワームだけは大丈夫そうだけど、ここがどうなるのかと、であとマーズ星が今目に映ってるものっていうのが一体何なのか、世界に向けた配信のその部屋、配信の設備っていうのをただ目の当たりにしてるだけなのか、それともなんかねゴボゴボっていう音が鳴ってるから、まあなんか液体の中に入った何かを見てる感じはしますけどね。それこそルパンの魔王みたいに脳みそだけがパンクレコーズってそうだもんね、多分ね。脳がでかくなりすぎたからそうしたっていう話だから、それをもう目の当たりにしてるのか、それとも違う何かを、古代兵器の研究を目の当たりにしているのか、それともローと黒ひげのセラフィムみたいな新しいセラフィムを目の当たりにしてるのか。であとはそのドラゴンボールのオマージュみたいな話、このチャンネルでよくしますけど、人造人間編たくさん出てきましたけど、一番やばかったのがセルっていう化け物なんですよね。セルの説明する必要ないと思いますけど、最強の生命体人造人間っていうのがセルっていう設定だったんですけど、そのセルに該当するベガパンクの切り札というか最高傑作みたいなのが出てくるんじゃないかっていう予想を前から私はしておりますけど、奥の奥の手みたいなね、最後の切り札みたいな人造人間、ロボット、セラフィムなのか分かんないですけど、何かが出てきたらな、熱いなっていうのはね。このステューシーの残って大事な役割を担うっていう、命を捨てる覚悟をして残る、逃がすために残るみたいな話と、モネっていうのがパンクハザードから逃げる麦わらの一味を巻き込んで自爆しようとしている、これがなんかリンクしている感じがするんで、ストーリーの流れ的に。科学の島っていうことも一致してるし、他にも挙げたらキリがないほどパンクハザードとエッグヘッドっていうのが物語の骨格として似ているっていうのがあるんで。
やっくん石井さん、ご予約ありがとうございます。お疲れ様です。ベガパンクですが、腎臓臓器があるシーンがありましたが、それを使い手術で生き返る可能性ないですかね。ただ医療にも精通してるよってだけですかね。感覚が空いたのでスラムダンクの映画見たのですが、団地でドリブル練習しようとして怒られるシーンでモッチ先生を思い出しました。まあ私がね、人生で一番キレたのが、寝ようとしてるのに家の前でドリブル練習してる中学生にブチ切れたっていうのはね、人生のハイライトですからね、あれね。ベガパンクが生き返る可能性、なんかもう生とか死とかをなんか超越した感じで映りそうだよね。その脳みそがおそらく来週再来週に描かれると思うんですけど、ステラが死のうが脳みそが生きてるからベガパンクは生きてるっていうかさ、パンクレコードある限りベガパンクは死なないっていう感じになりそうなんで、あえてここでステラが生き返るとか生き返らないとかそういう話にしなくても、我々の勝ちじゃ、私を殺すことなどできんっていう脳みそドーンの方がインパクトは強い感じはしますよね。ステラ本体がどうなろうが、そんなのはどっちでもいいのじゃみたいなさ、この脳みそがある限りわしの誇りが続いていくの方がね、かっこいい感じがするんですけど、ただ3時とステラが今一緒にいるっていう状況なんで、そのステラ本体もこの後何かドラマがあってもおかしくはないというか、あった方が自然な感じはしますよね。ステラがもう絶対に蘇らないとか、亡き者になってしまう、もう二度とあの姿を見ることがないんであれば、あそこでもっとデカデカと表現するでしょうしね。なんかページめくったらあれっつって、なんかいきなり突き刺されて、もう終わりかいこれステラっていうさ、なんかあっけない感じだったじゃん、あの時。だもっとそのベガパンクの死とか生死観とか、その後脳みその所存とか、ベガパンクの意思は誰に受け継がれるのかとか、なんかその辺はもう少し濃厚に描かれそうな感じはしますね。ステラが絶対に生きている、絶対に復活しないとか、なんかそういうのはまだ分かんないね。脳があれば復活できる。ベガパンクに対してなんか期待しちゃうよね、みんなね。北王子シゲアさんか。ハードアスペクト90度の場合、ある天体に対してもう一方の天体が障害である状態、しかしその障害を乗り越えるための力を鍛える状態だと考えることもできる。180度互いに引っ張り合い、緊張感を持った状態、緊張感を持った状態で新しい何かが誕生することを指す、こともあるみたい。占星術師資格のサイトより。 ARI 占星術総合研究所ってサイトのハードアスペクトの意味についてみたいなの面白いです、見てみてくださいと。ここがお牛座、お羊座みたいな、このなんか縁があるんだけど、でこれを基本的に用いて、その角度だけじゃないこう見方が、いろいろな見方があると。占星術が複雑 で角度のことを考えるのがアスペクト。1900何年の何月生まれの人と、1900何年生まれの何月生まれの人、なんかそのなんかこう対比とかで見るのかな、わかんないけど、相性とかを。これが木星がここ、太陽がここ、火星がここって決まっているわけではなくて、この宇宙を星が回っているように、その占星術の中でもこう回る、星が回ってるっていうわけではないんだけど、正確にはっていうことらしいよね。90度のことを示してたり、180度のことを示してたり、その特定の角度のことを、ハードアスペクトというらしいんですよね。そう、その角度を結んで魔法陣とか作ってたりするの。野良狐のよっさん、ご意見ありがとうございます。もっちー先生お疲れ様で、先日野良狐の生誕祭がありました。あの可愛らしいヒゲと愛嬌で世界中から愛されている彼なので、みんなの祝福を受けて素敵な一日だったことでしょう。ちなみに和田アキ子も同じ日で、もはやダブル役満ですと。 W といえば5月18日、最高と最低 W ダブルでお世話になります、よろしくお願いしますと。いや、ありがとうございます。ダブル役満で、ダブルといえば5月18日、最高と最低で、トークイベントも二次会も両方出席してくださいます。その部分は理解できたんですけど、わからないアスペクトもある。野良狐さんっていう世界中から愛されてるっていうのは俺が知らないだけかもしんねえな、これ。これはだからさ、もうハードアスペクトだから、オリジナルの意味で使うとしたら、もう、アスペクトだなっていうことだよな。これはアスペクトだわ。もうええわだね、だから簡単に言うと。アスペクトって何いろいろありすぎてもう難しいです。側面とかね、側面だな、多分一番あれなのは。